どうもこんばんは、ミッチェルです。今日はまた動画回してるんですけれども、今年ね、僕が推しているアイドルたち、メンバーたちがですね、続々と卒業してしまってですね、まあ不本意な卒業もあれば、しっかりとした卒業、しっかりとした卒業というかね、まあしっかりと告知して卒業の最後のライブを飾った人とかもいるんですけど、もう今年入って僕3人ですよ、推しメンがいなくなってる。1人目が椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃん、まあいろんなことがありましたけれども、戻ってきてくれるかな。時間が経過してみんなも全然受け入れる気持ちはあったと思うんで、戻ってきてくれるかなと思ったんですけど、結果的には卒業というところで、それで発表されていた椿ファクトリーとジュースジュース、こちらの合同オーディションっていうのもあるんですけど、その最中ですね、ジュースジュースで僕がハロプロで今一番の歌姫だと思っていた高木紗友希ちゃんも、脱退という、契約が解除という形で、いろいろなことがありますけどね。ジュースジュースはね、ずっと5人でやってきて、宮崎ゆかちゃん卒業して、あとは宮本かりんちゃんもですね、こちらにいますけど、 DIY やりたいということで、アイドルサイボーグと呼ばれたハロプロ界のここ10年ぐらいで一番のスター性があった子じゃないですかね。まあ彼女もしっかりと自分のアイドル活動っていうのを終えて卒業して、その後に高木紗友希もいなくなるという、結構でかい、ジュースジュースにとっては痛い抜けだとは思うんですけど、まあこれからの新世代に対して期待もしつつですね、椿ファクトリーとジュースジュースの合同オーディションに関してはどうなっていくのか、その行く末を見届けていきたいとは思います。あともう一人ですね、カシーカティ族のタバコを吸うアイドル、風呂入んないアイドル、大森聖子さんの着物を借りて成人式でタバコ吸ってて、タバコ吸ってる写真を SNS にアップして、その日ばかりは着物にタバコの匂いついちゃうって、それって良くないんじゃないですかっていうところで、カティはもう私そういうところダメなんだっていうことで真摯に向き合って、ちゃんと SNS 上で謝罪をしたという。謝れるって大事ですよね。最近謝んない人多いじゃないですか。なんかブランド物のデザインが、盗作がどうこうとかあっても、なぜかそのスタッフに対して怒りを燃やしたりとかね、そういう謝れないっていうことではなく、カシーカティに関してはしっかりと謝ったっていうところで、一気にそこから株が爆上がりというところになったので、カシーカティはレジェンドのアイドルであると、そのように私は感じておりましたので、今日までちょっと押していったんですけど、そんなゾックのですね、日本武道館公演も、無事終了という形で、先日カナノちゃんがいなくなってしまったりとか、カティまでいなくなって、まあその代わりカンナギマロはバリバリマックスな感じで、これからゾックの方もこれからの動きに期待もしつつですね、皆さん押しているメンバー、押せる時に押しましょうというところで、今年2021年僕にとってのアイドルの衝撃がいっぱい来てるんですけど、その分ですね、また改めて好きなアイドルをしっかりと推していこうというところと、あと新世代がまた新しいスターが生まれると思うんで、その辺も見逃さずにですね、要チェックで見ていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイ。私が元気のライブ。